さあ、ではいいですね、このパドルタッチというのもね、はい、そうですね、これもやっぱりね、ピックルボールの象徴的なあの光景だと思うんで、あのいい感じですね、肩を深めていただければと思います、はい、始まりますね。さあ、ではサーブ権はこちらダニエルさんと高橋さんペアに、そうですね、今回はあるようです。では今からでは第1試合始めます。皆さん拍手で応援してあげてください。はい、ということで今、サーバー側がミスをしたので、次は、向こう側の、向こう側からですね、土井さんからあのサーブが始まります。サーブですね。最初のサーブの方だけセカンドサーバーから始まります。あ、そうですね、あの試合の始めだけはセカンドサーバーから始まるルールになっています。さあ、今ファーストサーバー終わったのでセカンドサーバーの水谷選手からサーブが始まります。ナイスプレー。で、今先ほどアウトだったので、ちょっと、サーバー側が、得点をしたので、ここでローテーションが起きまして、で、ずっとその、点を取り続けていると、サーブする選手は変わらないまま、同じように、一緒に、はい、サイドだけ変わらず、サイドだけ変わらず、ね、ナイスリターンでしたね。あそこで前出ちゃうと、サーブできなくなる。やっぱりあの、そうですね、ああやって下から上に引き上げる
て、リターン、ボレーとかスマッシュをすることが禁止されています。それでですね、先ほどは、サーバーが得点が入ってしまいました。ネットと平行にある赤いライン、その中に入ってボレーをするのは NC となります。チェンジコードを入れます。はい、今スコアが、はい、6対2ですね。6-2です。かなり大きくリードしています。はい、さあダニエルさんの最後ちょっと厳しい時間が続いてます ね。 そうですね。ダニエルも本気モードなんですけども、やっぱりこのリターンの深さっていうのはあのピックルボールの深さが一つポイントになってくるので、アイズリターンですね。ああいうリターンはとてもいいリターンで、ダニエルもああやってフォローが入るのが簡単になってきます。いやー、大事です。深くリターンした方がいいですか？そうですね。深めのリターンすることによって、やっぱりサーバー側がなかなか前に上がれなくなってくるので、はい、攻撃体制に転じてくるってこと。そうですね。あ、ここ攻めたいところです。ネットギリギリでした。いやー、ナイス。いやー、ナイスですね。さあ、ここからじわじわと上げていきましょう。そうですね。高橋さんのサーブです。はい、これが決まれば得点が入るという、そうですね、サーブ権がありますので、さあ連続ポイントになるか。はい、うん、あ、間を狙っていきました。コースつくのも上手ですね。そうですね。でもやっぱり選手の反応がすごく早いですよね、本当に。あれはちょっとダニエルが悪いです。あれはダニエルが悪くて、無理にこう打ちに行ったんですけど、やっぱり基本はこの前に落としてドロップショットを打って、2人が前に上がってくる形を作ると有利な展開に。なるほど、優しく。はい、ネットを越えます。やり返しました。はい、そうか、今あれですかね、ノンボレーゾーンに入りそうだったということですか。そうですね、はい、でもギリギリ審判が見てなかった。はい、大丈夫でした。落とした。あー、サーブ点が落ちてきました。
サーブでした。連続得点になるかですね。ドロップショット。かかってくるとグッとスリッピーにボールが来るのでかなり返しにくいと思います。3連続でポイント取っております。いやそうですね、ちょっとサーブの合間のなんですかね、合間もちょっとこう変えてきて、そのどんどんサーブからどんどん攻めるジャニーズを今やってますね。テンポ上げてるというテンポ上げてるあ、そういうことですか。点差まで迫っております。次は永井選手のサーブ。いい試合ですね。おお、ナイスです。皆さんだいぶ感覚を掴んできましたね。違う、決めるか。いや
試合ですね。1日目あるあるが出てしまいましたね。なんですか、1日目ある。そうですね、はい、サーブ&ブレーキにされているので、サーブシャートちょっと前に出ちゃって、ボレルちゃいそうになっちゃったんですけど、途中で気づいたんですけど、ちょっと時すでに遅すぎていうことですね。はい、この先手が大きなだからこそ。そうですね。はい、そして、ダニエル高島屋がリードしております。はい、これマッチポイントです。はい、うわー、ちょっと見えるようになったか。大事だ。そう、11.2、はい、マッチポイントです。アウトの攻防続いております。
やっぱりでもあれぐらい厳しいコース狙わないとこの2人にはなかなかね、本当ポイント取れないと思うんで、はい、お互いの力量を分かった上での厳しいコース。ナイスシュート。ここしのげるか。マッチポイントです。見事勝利したのは水谷・土井ペアでした。13対11。